久野久子は、滋賀県税税町、馬場出身の日本初のピアニストである。久子と表記されることもある。少女時代に、近所の神社の石段で転倒し、片足に障害を負う。母の死後に、京都のおじに引き取られ、おじの勧めで、自活のために法学を学ぶ。しかし、法学の世界に限界を感じていた兄の勧めで15歳の時に、 東京音楽学校に入学、そこで初めてピアノを学ぶ。当初は、成績も良くなかったが、猛練習を行って上達し、研究家に進む。1910年、東京音楽学校の助教授となる。この頃、建築家の中条聖一郎家の娘、ユリ子にピアノを教えている。その後に作家となった、宮本ユリ子は、小説、同票の中で、 旧をモデルにした川辺美佐子を回想の場面に登場させている。1915年、自動車事故で一時渋滞となるが翌年に復帰。1917年、東京音楽学校教授となる。1918年には、上野の総学堂で、ベートーベンの午後と題するリサイタルで、そなた5曲を演奏して、大成功を収めた。1923年、 文部省の海外研究員として、ベルリンに、その後ウィーンに移るが、ヨーロッパの生活習慣に全く無頓着な行動を取り、周囲の反発を買う。自身のピアノ演奏に関しても、エミール・フォン・ザワーの教えを受けた時、基礎からのやり直しを言い渡されたことに絶望し、1925年4月20日、未明にバーデンバイ・ウィーンのホテル屋上から、投身自殺を図り、 同日正午頃に、搬送先の病院で死去。文京区電通院に埋葬されている。塔の前に、東京蓄音機株式会社で、ベートーベイの、ピアノソナタ第14番の録音を残しており、これが彼女の唯一の録音となってしまった。1997年10月24日、放送の、驚き桃の木20世紀、衝撃の自殺。 久野久サの悲劇において、修学賞の一部が放送されている。現在では、日本温泉保存の、ロームミュージックファンデーション SP レコード復刻 CD、週、第4週に収録されている。旧の演奏が、ヨーロッパで受け入れられなかったことについては、当時の日本の演奏会の未熟さを示す例と、一般ではみなされている。これに対し、 音楽学者の渡辺博史は、旧の演奏について、当時のヨーロッパにおける演奏監修にありがちなテンポの揺れがなく、楽譜通りのものである点に注目し、むしろその後の主流となる原点主義の演奏法を先取りするものであったという、見解を述べている。中村博子によれば、旧の演奏法は指を大きく曲げ、手首を鍵盤の下まで下げるという独特のものだったという。 ありがとうございます。